今日は和歌山県の国木原ゴルフクラブにやってきました。和歌山は大阪に比べてやっぱりあったかいんで、冬にもってこいのコースやなと思います。では回ります。10番ホール410ヤードパー5、すごい打ち下ろしになってて、グリーン横には池があるので入れないように頑張ります。頑張るぞあ、落ちてきた。あ、お、フェアウェイ横のラフ落ちてきた。いい感じ。とりあえずすごい打ち下ろしですね、本当に。あ、めっちゃいいとこある。あ、でも2段目はちょっと広く打てそう。なんか結構上からは圧あ狭く見えてたんですけど、2段目は全然いけそうな気がする。残り241ヤードぐらい、240ヤードぐらい。8番アイアンでいきます。あすぐチョロる。これはパーオンきついやつ。きついやつ。池入れたくないかウッド握るのやめました。3打目170ヤード8番アイアンでいけます。お、次シャンクした。もうやばいよやばいよやホーオンもきついやつじゃん。結局ほんで池の方行くし、残り110ぐらいですね。9番アイアンでいけます。4打目。あーやばい、池や。え、出ました。やっためっちゃトップした。池に入って出た。ラッキーで、ラッキーで、いや、ラッキーで。パターでいこう。あ、強い。いや、まあ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 、ワンパットで入れたらボギー。前向き。ギュッシャー、ボギー。ちょろちょろしててボギー取れたんで、よしとします。怖い、これ下めっちゃ怖いんですけどめっちゃ怖い。うわ、怖っ。やっほー、怖っ。16番ホールパー5、370ヤード距離は短いんですけど、打ち上げになっててグリーンが見えてないんで不安ですでも頑張ります。で、今日のウェアどうですか。いつもだいたい黒のイメージのチョロですが、ちょっと気分が明るいので明るい色着てみましたイエーイ。1打目、これ右のフェアウェイギリギリ狙うって言ってたから、私ちょっとスライスすると思うんで、ちょっとだけ左目でスライスしてちょうどいい感じに。あ、完璧やけど全然上がらへんかった球。なんかカート道に行きました。まあまあまあ良さそうです。良くないけどロングホールか。多分150も飛んでないですね今の。やばい。サンバイザーと、うん、スカートとモックネック全部同じメーカーです。可愛いでしょ。珍しい、ほんまに。え、グリーンどこ。今日全然グリーンがずっと見えない感じ。残り200ヤード。え、グリーンどこ。右側。
ちょっと一か八かであれ行こうかな、ウッド行こうかな。2段目残り220ヤードぐらい。これ斜面に打っていく。 OK です、行きます。これ完璧。3打目行きます。残り65ヤード。あ、やばい、カットをカットしちゃった。ちょっと右に行っちゃいました。まあ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 、てか右向いてそう今。あ、え、乗ってるやん。パオンパオン。しかもグリーンめっちゃ難しいっていう、びっくりする。いやこれは難しいぞ。え、もう分からへんからまっすぐ行きます。うねうねしてる。とりあえずまっすぐめがけて行きます。あー、またやった。くそー、チって言っちゃった。食べたかったのにー、やっちゃったよー。ふぅ、こいこい、キヒ。あー、まあ何って、あれが悪いんですよ。いや、ここはボギー取っときたい。いやまあ、7点。もう最悪です、このホール最悪です。最悪最悪。うー、はい、本日のランチは、はい、和歌山名物茶がゆ定食です。この定食は、鮭かサバか選べます。私は鮭にしました。ではいただきます。いただきます。ん？お茶あんなかと思ってたら冷たい、はい。あ、こんなんなんや、味付けが薄めなのでトッピングどれにしようかな。では金山寺味噌で食べていきたいと思います。うん、めっちゃ美味しい、この味噌めっちゃ美味しい金山寺味噌おすすめです。和歌山名物の茶がゆ、ぜひ食べてみてください。はい、最終ハールにやってきました。ここは倉本プロが和歌山オープンでプロデビュー戦、あ、逆転優勝で飾った時に記録したものが前方にあるそうです。で、その、その地点を変えたら、なんと記念品を進呈させていただくホールになってるみたいなので、私もレディースティーから超えるの挑戦してみたいと思います最終ホールです。パー5、380ヤード打ち上げなってるんで、とりあえず倉本プロに挑戦したいと思います。1打目いきます。1打目倉本プロに挑戦いきます。こっち、いや、ほんまスライスするからな、スライスのプロ。これで腰を回す。セーフかな。まあ距離は結構飛びましたけど、右にスライス、スライスあるかな。
今のっていうかどこその超えるやつ、あれあんなん超えへんわ絶対プロを超えるなんて誰が言うたんほんまに恥ずかしい。あちょっと待って、これセーフアウト、これセーフ、めっちゃギリギリやん、ほんまにギリギリ。あそこにある旗ですね。まあ意外に私も飛んでました。でも勝てません当たり前やはい、2打目ちょっと距離計充電切れたんで何ヤードか分かんないですけど行きます。7番、ごめんなさい、気をつけてくださいね、怖っ。あー右に出た、またまあ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 、めっちゃ右行くな今日。あーこれこれね、ちょっとじゃん、はい、こちらが倉本プロの飛ばしたところです。でもこんなたくさんキャリーオーバーされた方いるんですね、すごい。私も勝ちたかったこれでもワンチャンなんかウッドとかやったらユーティリティ届くかな。いやでも7番でいこう、ただ3番じゃ3打目7番でいきます。ああどこなん、あったいんちゃう、飛びすぎ、距離切れないか全然わかんないですよね今。え、めっちゃでもいい感じに飛んだけどね。あ、でも飛びすぎかな7番。あ、乗ってる、パーオン。さっきのホールバーディーやったし、ここパーで上がったら私の気分的にさっぱりして帰れる。一番最初あれでしょ、スタートボギーでちょろちょろめっちゃしてて、でもう一個のなんや撮影のところはあれですもんね、多分パーオンして4パットしてましたもんね。まともに行こう、入れたいな。下り結構下ってますよね。弱いかやっぱり、私は弱くなるな思ってましたよパーも危うい、出た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 、そう考えたら入んないんですよ。っていうかもう立ってもうそのまま練習と思って打ったら多分入るんですよ。でももうやっちゃったらできないから、来い、よっしゃナイスパーやったイエーイ、素晴らしいパーを取りました、結果オーライ。はい、今日もお疲れ様でした。午前は結構ちょろちょろして大変やったんですが、上がり2ホールはいい感じにバーディーパーと回れました。で最終ホールですね、倉本プロの飛距離挑戦したんですけど、やっぱり全然届かなかったです。ここのガレージャーは評判通り戦略的コースでした。皆さんもぜひ来てみてください。大阪サンスポチャンネル、チョロのインスタグラム、 YouTube 登録とフォローしてください。